加藤大輝は、日本の放射線科医、元肺がん患者。1971年愛知県名古屋市生まれ、神奈川県横浜市出身。1990年に神奈川県立光療高等学校を卒業。高校卒業後、東京大学教養学部理科2類に進学。前期の入試出た大学の医学部に不合格となり、後期で東京大学に合格し進学した。 しかし、医師の夢を諦めきれず、理科三類に入り直す。1999年に、東京大学医学部を卒業し、東京大学医学部附属病院放射線科に入局。東京大学医学部附属病院、公立昭和病院、関東老彩病院などで研修を行った後、2001年から、レジデントとして、がん研究会附属病院放射線科。 2002年から国立国際医療センター放射線科で勤務。2003年から東京大学医学部附属病院放射線科。放射線科は慢性的な人手不足で土日昼夜を問わず病院に呼び出される生活が続いたため打つ傾向となり2005年から東京大学附属病院を退職。老後に歴史の研究をするために 古文書特会の訓練などをして過ごす。2007年から東京大学病院放射線科の上司だった中川圭一に誘われ、東京大学大学院人文社会系研究科、グローバル COE プログラム、死生観の展開と組織化、研究拠点形成特任研究員として死生観の研究を行っている。2009年から第一線に復帰し、 帝京大学医学部附属病院放射線科で放射線治療を行う。引き出演者だが2006年4月34歳で肺がんを患い東京大学附属病院で手術を受ける。2011年治癒の目安とされる実後5年を無再発のまま経過。ありがとうございます。